皆さんこんにちは、ズラレです。1,2,3,4,5 ドンです。はい、せいです。おいスポークマンです。はい、というわけで今回は皆さん旅行好きですか？大好き。はい、どこ行った最近？最近だったら京都かな。誰と？というわけでね、旅行っていうのは友達と行っても恋人と行っても楽しい。今日は旅行します。おー、日帰りにはなっちゃうんですけど、今日は旅行楽しもうということで、純粋にでも旅行したかった。ただ今日は普通には旅行できん。というわけで本日は何が禁止されるかわからない旅行。またそれ。というわけでですね、大人気シリーズ4回目ということで、今回日帰り旅行でございます。まあ、今回は大阪に行きます。その大阪まで行く間、もしくは大阪で観光中にやってしまいそうな禁止行為を、それ以外の人に考えて、それやってしまったら即帰宅。厳密に言うと、さすがに即帰宅はちょっとね、車で行くんでちょっとあれなんで、 あの車に戻ってもらいます。えじゃあもう大阪行く道中にもやらかしたら、もう車内モザイク、到着したら車です。やばいよ。いつもが違いますからね。ガチで楽しめなくなるんで、全力でやってもらいたいと思います。やばいじゃん。ということで禁止行為考えていきたいと思います。せーの、いやっ。じゃあとりあえずその人以外で禁止行為考えてもらうんで、じゃあ先、じゃあポークちょっと退場してもらって、ポークの禁止行為考えます。歩くの禁止ね。どうします？これ、ね、ポークは調子乗りがちだから、食べ物買うの禁止したことです。絶対買うの？絶対買うの。調子乗ってサービスエリアとかで絶対買う。俺はそれちょっとそれを信じて食べ物買うの禁止しました。あ、いいね。あ、それでちょっと行きます。じゃあ次、海星行く？なんかちょっと変なところに行って、フリコのポーズ禁止はちょっとおもろい。そう、おもろいな。それそれいいね。それでしょ。フリコポーズ。おもろ。じゃあ今度さ、オッケー。いや、大阪ぞ。トイレ禁止。あっちゃん。そんな行きましょう。はい、トイレ禁止。おもろい、期待してるから。いや、プレッシャーかけんだよ。サービスエリア。片手に飲むもの持って、片手に食べ物持つとやりそうだな。お願い。それ行く？なんだけど、ちょっと。さあ、全員分書き終わったということで、一人一人つけていきましょう。はい。はい。おー。はい、というわけで、これで僕ら頭につけて、今から旅行行きたいと思います。イエーイ！出発！おい！こっから禁止事項しちゃダメです。ということで、ね、車内はね、ミラーが多いということで、とりあえず一旦ね、頭は外させていただきました。はい、基本的には経由地で、こう、ポイントごとに動画撮れればいいなって思うんでね。いや、なかなかないですからね、これね。まで出かけんの。あ、今なんて言った？それねって言った。あ！ゴードンさん！本当に？それね、禁止です。嘘だ。嘘だよ。早すぎるだろ。じゃないんだ。まあとりあえずなんかね、コンビニとか行きつつ、サービスエリアも寄りつつね、楽しみながら行きたいね、どうせだったら。とりあえずちょっとね、飲み物とかも買いたいんで、ちょっとコンビニ行きたいんで、またコンビニ着いたらカメラ回したいと思います。はい、というわけでコンビニに着きました。さあ、コンビニで、ね、好きなものというか飲み物とかね買いたいんですけど、コンビニ行きたくない人いたら別に行かなくてもいいですよ。あ、ちなみにどうします？みんな行きます？とりあえず行きますよ。そうだね。みんな行くんだったら俺行くよ。じゃあ分かりました。じゃあとりあえず、ね、店内は撮影ちょっと禁止なんで、はい、また出てきてね、アウトした人物がいれば、まあこっからだとまだ家間に合うんでね。怖いって。じゃあそんなこと、コンビニ行くぞ。一応ですけどね、いないと思うけど、コンビニで買ったものを紹介していきましょう。じゃあポークマンさん。はい、僕は、こちら、メロンパン、メロンパン。メロンパン。ホイップツイスト。ファミチキ。めちゃくちゃ太る。で、以上です。つるに、せーの、よかったー。じゃ続いて、かいせい。せーゴードンさん、今回の行動で禁止行為しましたか？せーの、せーおー、やったー。ポークマン、今回の行動で禁止行為しましたか？せーの、なんか喋った俺。アウト。おにぎり買ったこと？じゃあポークマンさん、見てください自分の食べ物。こんな
ん無理やん。いやいやいや、これ俺らがさ先に食べ物買い始めたのかだったらさすがにはめてるなってなるよ、うん、なるけど一番最初にパン2つ買ったの誰ですか。さあ俺だよ。はい、じゃあポークマンさん大阪行くけどもう着いた瞬間の駐車場で待ってもらうんで。そんなもう監禁やん。はい、奈良県のパーキングエリアに来ました。もう奈良県、もう奈良寒っ。トイレ行こうから先。いやトイレ行きたいな。いやトイレ行きたいな。寒っ。先トイレ行ってから取る。そうですね。いいよ。その前にさ、ちょっとさ、ゲーム性重要だから重装特技じゃんけんします。勝った人が2人で暴れる、うん、あれなんかもう1人いた気がするけど。最初はグー、じゃんけんぽいぽい。よっしゃー、羨ましい。いいなやったー。ちょっと待って、財布を置いてきちゃった。あ、そういうこと。バカや、まさかのここですか、うん、バカや。俺ら2人残るってなんか珍しい ね。え、ボスのコーンスープなんかあんの。俺コーンスープしよ しよう。じゃあ2人ともコーンスープで。こちらボスの粒たっぷりコーンスープ河野さんにおごってもらいました。名古屋にいるポークにも飲ませてあげたいですね。ちょっとなんか思い出作りに写真でも撮ります。いいよ。じゃあ大阪感出すためにね。大阪感今やっちゃう。じゃあ俺もやっちゃうみんなやっちゃう。ウイコじゃないでしょ。車の中戻ったら確認しよう。なんか怖っ、俺やってそう、やってそうで怖い。はい、というわけでパーキングエリア無事楽しんだということで、鶴兄はセーフ。海星のセーフ。じゃあ最後ゴードンさんの今回の行動で禁止行為しましたか。せーの、アドアウト。何アウト。ボスのコンポタージュ禁止。じゃんけん禁止。目開けてください。トイレ無理じゃん。トイレ禁止でした。なあ。はい、ということで序盤にて残り2人ということで、ゴロさんは運転し終わったら駐車場でポークを2人で待っといてもらいます。おい、ただの足じゃねえか俺。大阪到着。2人のロケ番組ということで、まあでも潰し合いですから。勝者にはこれあれでしょ、3ヶ月大阪で住めるんでしょ。聞いてないよ。困る困る。じゃあグリコンとこ向かいましょう。あのでっかいとこ道頓堀。はいはい、というわけで道頓堀来ました。とりあえず、まあ、グリコの前で定番の写真撮って観光しましょう。とりあえずそこからじゃ始まらないから、ね、行きましょう。いいよ、ここです、ここで撮りましょう。これですか。これ あれですか。あ、読んじゃダメです。読んじゃダメです、絶対。いやいやいや、これやっちゃダメなんですよ。あ、全然読んじゃダメですよ。あ、いやいや、あ、いや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 いい、ちょっとグリコ足は右で、はい。え、これも取るの。え、これも取るの。これ も, れ も, れ も, れもここも取るよ。オッケー。あ、はい、行きます。はい、はい、ハロマン。オッケー、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 オッケー。じゃあちょっとついてきて、行きたいとこあるから。はい、というわけで今グリコの前で写真を撮ったんですけども、はい、今回の行動したということで、バメられたかもしれない。チェック入りましょうね。では行きます。今回の改正の行動、禁止行為してましたか。せーの、アウト。はめられたでしょ。え、じゃあ予想して、予想して。今の感じで行くと走ったら禁止、走り禁止。じゃあ見てください。おいさせてくれ。グリコポーズ禁止でした。いやでも、もう後悔もない。これだからね。やりたかったから。じゃあ僕の予想、予想いいですか。一応わかりました。俺の癖だと思うんだよ。の匂い嗅ぐ。おい最低か。じゃあ見ていいですか、ちょっともう。うーわ、え、これはやってないね。ちなみに、車内ではやってました。ゴリゴリ。はい、ということで今回の旅、僕が優勝ということでありがとうございます。あ、撃つの撃つの撃つの。はい、というわけで今回ね大阪来たんですけど、もう全員終わっちゃったんで、旅はねやっぱり、ね、みんなで行くのが。え、お前ちょっと撃つっちゃダメだ。え、これ
願いします。いや今回ね、フォークマンと僕はセーフということでね、いや旅はやっぱね、二人で行くのが一いやいや、おいこれ、行くんじゃ今回ね、海星と3人でセーフということで、はい、旅ってのはやっぱ3人でするのがやっぱ一番あ、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